雑談ということで、CV の話から少し離れまして、今度は TV4 さん個人的なことにちょっと入っていきたいと思います。TV4 さん、あまりそのこれまで聞いた人の中でも特にそのあんまり Twitter とかで素性を明かさないタイプの方だなと思っているので、ちょっと詳しく聞けると嬉しいです。はい。はい。そうですね。まだちょっと全員に聞いていることなんですけど、TV4 さんがペン回し会に入ってきて、TV4 さんが認知されたなと思ったタイミングって覚えてたりしますか？2019年。はいはいはい。で、ジャパンカップのオリジナルトリッカー部門で優勝しまして、はいはいはい、でそこからジャパン15th に出れたっていうのが結構でかかったなっていう。最初に出たジャパンが 15th ですかね。そうです。ああ、なるほどなるほど。その年がもう2大ハイライトみたいなのがあって。あもう自分の中ではもう、なんというか、飛躍の年というか、そうなったわけですね。2015年。はい。はい、あのジャパンカップ19です。19年、はい。ジャパンカップって、まあ、まあ、2ラウンドしかなかったので、はいはい、まあ大会の準備の量としてはそうでもないんですけど、はいはいはい、あの2018年に、ワールドカップに出場したんですけど、はいはい、その時に使ってた技を、まあ、ちょっとブラッシュアップといいますか、うんうん、してちゃんと出せたなっていう気がしていて、はいはいはい、でその2018年以前も結構奇抜系の技って取り入れてたんですけど、逆にその奇抜さっていうのにとらわれすぎて他がおろそかになってたなっていう、そういう自分の中でそう思ってた、そうですね、はい、って思ってまして、まあなんかペンタゴングラフで言うとその角がないみたいな三角形みたいな、なるほどなるほど、ああはいはいはい、そのチャートでチャートの時にはいはいはいなっちゃってたなっていうのが、ああそんな反省が、やっぱその自分のパラメーターを一旦頭で考える時間があるんですね、むしろ、それでそのワールドカップ、ワールドトーナメントでしたっけ、ワールドカップ、ワールドカップの時って多分なんか世界大会系と思うんですけど、結構スケジュールきついですよね。きついです。フリースタイル一本一本取る時間が、はい、で逆に言うと最近のジャパンカップだとそのスピナーに取る動画を2本ぐらいに絞って、その渾身の1本ずつ出してもらうみたいな風になってるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、そうです、なんというかその世界大会があった後にそのジャパンカップがあったからこそ、その1回こういっぱい取んなきゃいけないの後に、はい、じっくり考えて取ってねがあったから、もしかしたらその流れが生まれたのかもしれないですね。そうですね、そこもちょっと1回見つめ直してたと言いますか、はい、なんか、まあ、バラバラだったその要素をうまくガッチャンコして綺麗に出せて、綺麗に、まあ、優勝できたなみたいな、綺麗に優勝できたなその簡単に言いますけどなるほど、はい、まあ、そう考えると本当に2018から助走つけていって2019に流れ的にはそうだっていう感じなんですね、はい、なるほど、そう考えると、なんていうか、意外と5年前って結構最近な気もしますね。あ、5年前ですね。あ、そうですね。やっぱそこから、まあ、ジャペンが、まあ、15th 結構その、ジャペン自体の試みとしても新しい。そうでしたね、15。まあ、実写とかも、はい、15をやって、そこに出れたっていうのが、まあ、ジャペンに出ることは、まあ、まあ、等しくピアスが多いんですけど。あると思うんですけど、まあそこで自分の色をちゃんと出せたと言いますか。はいはいはい。ジャペンだからまあ、ちょっと抑えようとか、若干考えたんですけど、その中でも、まあうまくその機械と自分のその実力とかがマッチしてたなっていう。はいはい。確かにそうですね。ジャペン15って本当にもう立ち回しまであって、本当にいろんなジャンルがあったからこそ TV4 さんがそのセーブせずに出た FS がちゃんと粒だったというか、はい、そんな気はしますね、今の話を聞いていると。なるほど。ちょっとこの後聞く質問だったんですけど、はい、そのペン回し歴今何年ぐらいですかね。7、8ぐらいと思います、はい、8年、多分その8年のペン回し人生で一番記憶に残っていることっていうと、なんというかさっきの話に関わってきたりするんですかね。そうですね、
まあ、その時ちょうど高校生で、はいはい、なんかまあその高校の時の記憶に含まれてると言いますか、ああ思い出になってそうっていう面でも、まあ、結構2019年は思い出あるなっていう感じで、まあ、あとその次の翌年の2020年のダンスアバンバフロア、はい、あ、はいはいはい、ありがとうございますっていう感じなんですけど、ありがとうございます。あそこもその続きといいますか、ちょっとその2021年からはいろいろ大学とかに忙しくてあんまり参加できなかったんですけど、はい、2020年のそのダンスアバンバフロアでちゃんとその前年までの技を踏まえた、まあ一個の結論みたいなのが出せたなっていうのが、結論とまで言われてしまうそうだったんですね。ちょっと僕はそんなこと全く知らずに井戸が来たとだけ思ってたので、はあ、そうだったんですね。環境もあの後変えちゃったので、そうですね、確かにあのダンスオブザフロアで TV4 さんの動画を見た時と今回の FS は、はい、なんていうか色調は多分合わせてくださっていて、はい、でも、なんというか壁とか、そう、違いますよね。机は一緒なんですけど、ちょっとカバーを買いまして。ああ。大理石はのカバーなんです、皆さん。カバーですからね。あれカバーなんです。カバーです。マジ大理石の、めっちゃ高い机ってわけではないですね。ここで一つ。あ、ネタバラシが。ネタバラシ。あ、いいですね。そう。ああ、カバーだったんですよ。僕もなんか、なんというか、そこも謎だったんですよ、ね。あの、一回、あの、ツイッターか何かで、引っ越したとか何かの撮影環境の写真か何かアップされたと思うんですけど、はい、もうスーパーミニマルな部屋。ありますあれも含めて、もうなんというか、もう、生ききる人なんだっていうのが、そこで分かった上で、あ、じゃあ大理石本物かもな、みたいな思ってたんですけど、なるほど。カバーだったんです。あのそうですね。まあでもよくよく考えれば大理石の机にペン落としまくるってやばいですよ。やばいですね。その価値的に近くに見ると穴だらけなんで。あ、そうなんですね。やっぱり努力の跡がボコボコになって失敗と努力の跡が。ああ、ペンスピナーの撮影環境あるんです。そうですね。そうですね。2020年のとダンスの動画で、まあ、一回その、なんだろう、それまでに蓄積した技の中で、結構自分が思ういい選択っていうのを、はいはいはい。知ってみようというか。ベストアルバムみたいな。ベストアルバムです。はぁ。っていうのがダンスの動画でした。ちょっと、帰ったらもう一回ちゃんと見ます。あ、そう。ありがとうございます。ちょっと手前味噌で申し訳ないですけど、はい、概要欄に載せておきます。そうですね。では、ちょっと今度はもうちょっと、はい、回しというよりかは交友関係みたいな話なんですけど、今回前回前々回と聞いた人たちが、やっぱり同じグループにいらっしゃるっていう、そのライさんとフクロウさんと TV4 さんが同じグループにいらっしゃるっていう話をちょっと聞いたんですけど、はい、なんていうか実際に仲良くしていたりするんですか？そうですね。あの、まあ、直近ですと去年の、去年、ジャペン、はいはい、の制作でがっつり。あ、なるほど、そうですね。予告の時に確か TV5 さんが作ってらっしゃいましたね。ティザームービーのなんかの波動の部分は、はいはい、まあ、自分が担当して、編集はメルさんなんですけど。ああ、すごい。あ、じゃあ合作なんですか。あれ合作。あ、そうなんですね。っていう感じで、まあ、去年が一番関わったかなっていうのはありますね。ああ。あとなんかやっぱそのメンツの中にメルさんもいらっしゃるんですね。そう。はいはい。あとあの本。あ、昨年出版した。この間、奈良派でも、奈良でも、残部をぶらさげた、最速上打線の答え。答えです。はい。それの制作っていう面でも、その、まあ、ライさんが結構まとめてくださったりとか、はいはいはい。黒さんもその、なんだろう、基礎の部分を作ってくださって、まあ、そのおかげもあって、まあ、制作、無事終われたっていう。ああ、その、本部の内容ですか、ね、その紙面のデザインどっちですか、はい、結構その分担してやってたんですけど、はいはい、まあ、できるところを全部やるじゃないですか。もうみんなで総力戦ですもんね。そう、黒さんもちょっとその表紙のデザインも
ドラフトって。ああ。で、まあ、メルさんが結構、まあ、あの全体のデザインをまとめてくださって、はいはいはい、で自分がその編集で打ち込むとか。なるほど、なるほど。その、まず、骨組みみたいなところをメルさんが作っていまして、そうですね、まあ、中身の文章の打ち替えとかはその分担して、そうですね、その中に TVO さんもいらっしゃったと。はい、なるほど、なるほど。そういうことだったんですね。今の、その制作の流れを聞いた上でもう一度持っている方は読んでみてください。なんというか。お願いします。こう、本、文の内容というよりかは、成果物として一回見ると、またちょっと来るものがあると思うので、ぜひご覧になってください。お願いします。ぜひ。まあ、そういう制作での関わり合いのところ結構大きいかなっていうのが。はいはい。あります。じゃあ、あんまりその雑談とか、その撮影通話みたいなことはあんまり。そうです。自分はあんまり参加しないというか、はい。そうですね。まあ、人それぞれやっぱディスコードとかのコミュニケーションの仕方って結構差出ますもんね。そうなんですね。まあ、イヤホンが壊れて。あ、そうなんですか。そういう理由。もう結構でかい。あ、なんか入りたくないとかではなく。あ、全然違う。イヤホンが壊れてる。ちょっとぜひ、なんというか、買っていただいて、はい、きっと喜ぶと思いますので。その、まあ、足以外の方々だと、こういう関係だったりしますか？足以外だと、一番その、慶応電話資金球会っていうのがありまして、はいはいはい、自分はまあ、一応形では部長っていう。あ、そうなんですか。やっていただいてるんですけど、まあ、そこのメンバーとは、まあ、たまにオフしたりとか。あ、じゃあもう、なんというか、スピナーとしての名前を持ってない人もいらっしゃったりしますかね。あ、そうなんですか。そう、一応なんか固定はあるんですけど、はい、まあ、なんか、ちょっと別の場所といいますか。うんうん。他のサークルと兼務してる方とかも。ああ、そうなんですか。本当に趣味の集まり。はいはい。感じてです。なんかそのガツガツ CV 出るぞみたいなっていうよりかはもう楽しみとして。そうです。はいはいはい。ぜひそういう方々にも、なんというか CV 出ろとは言わないんですけど、その、もちろんそんなこと言うつもりは全くないんですけど、そのイベントとか楽しんでやらなとか、はい、そういうのにもぜひ来ていただきたいですね。見るだけ。なんかお祭り感覚で来てほしいですね。あの、キゾさんっていう、あの、はいはいはい、はい。方からは、あの、まあ、サークルの仲間みたいな感じで。あ、そうなんですね。そうです。KYS アスタリスト、オークオンバション。あ、そうです。はいはい。はぁ、知らなかったですね。あんまりその発信とかできてないんで、ちょっと、情報的にあんまりない。あ、でも、そういう情報こそぜひこういうところで。はい、話していただけるとありがたいです。なるほど。あ、今も部長っていう形ではあるんですか。まあそうですね。まあただちょっと活動頻度が、まあ予定とかはあったりとかいろいろありまして、まあ最近はそんなにできないんですけど、まあ去年とかは結構、まあオフとか、と、奈良派もみんなで行ったりしたので。あ、そうだったんですね、はい。八王子まで。あ、そうです。あ、そうだったんです。でもちょっと意外でしたね、その、なんというか。うん、まあ、こういう言い方をするとよくないですけど、ちょっと孤高っぽいイメージがどうしても出ちゃうので、その中でやっぱり、偏見っていう方に意外と、そう。ご友人がいるっていうのはちょっと、なんていうか意外でした。逆に今度、喋ったことないけど、この人と喋ってみたいみたいな人っていたりします。ああ。うん、ロロシーさん。やっぱり先ほどの話から言っても、ロロシーさんと話してみたいと。ちょっと考え方がなんか面白いなっていう。あ、それはそうですよね。唯一無二ですよね。で、やっぱりその回しも若干近しいところが近しいというか、まあ、あの、まあ、自分の、なんだろう、系統を頑張ってるみたいな。はいはい。派閥に入るかなって勝手に思ってるので、そこら辺のお話もちょっとしたいっていう。なるほど、あります。じゃあちょっと、声かけの話は一旦置いて。はい。先ほど第1回でちょっと取り置いちゃったんですけど、はい、その FS をどんな風に組んでるのかみたいな話をちょっと聞いてもいいですか？はい、大丈夫。はい。さっき言ったのは、なんか、ノイズから、はい、その、みたいな。結構、はいはいって僕は聞いてたんですけど、正直その、抽象度が高くて、多分 5% くらいしか合わせてない感じするので、ちょっと具体的に教えていただけますか？なんか、まあ、最初にその、技系統で、注目したのがイテザトリックっていう、はいはい、まあ、イテザさんが開発したこうちょいちょいやるやつなんですけど、はい、そこ
を起点にそのイデラトリックって当時その、まあ、この形ミーの周りを回って3が土台みたいな形しかなかったんですけど、はい、まあ、そこをちょっとなんかできないかなと思ったのがまずその自分のやり方の始まりみたいな。その技の拡張みたいな話かなと思いきやそれが土台になる。そうなんです。なるほど。ちょっとイデラトリックからこのフィンガークロスとかはいはいはいにこうなんだろう拡張していったりしてそこでなんていうんですかね今までにないその軸といいますか、はあはあ、その幹の部分から新しいみたいなところをやってみようかなっていう。え、ちょっとこれ合ってるか分かんないですけど、はい、イテザトリックを氷系とした演液体系としてペン回しをやってる。あ、そうですそんな人いないっすよ。っていうのがありまして、当時は本当にイテザトリックを軸に組んでたっていう言っても過言じゃないかもしれない。ちょっと、これちょっと池さんが教えないといけないですね。とんでもない逸物が君の技から生まれてるっていうのは。そうです。で、まあそこからその、なんだろうな、イテザトリックとかフィンガークロスとかを FS に、まあ、組み込んでいくと、はいはい、どうしてもその動きが平面的になるといいますか、やっぱりこの回転。なるほど、なるほど。そうなんで、これをちょっと打破しようとして立体的な動きを入れ始めたっていう。ああ、なるほど。それであの、大きな動きが。あ、そうです。ああ、あれはなんていうか、こう、木を照らうとかそういうのでやってるわけではなく、回転面をこう回転させるとどうしてもあの動きになるっていう、そうなんていうか、副産物なんですね、あの動き。そうです。へえ、面白すぎます、ちょっと。はあ、そうなんですね。そう立体的な動きっていうのに注目し始めてから徐々にその、まあ、立体的な動きを軸にFSを組むみたいな、はいはい、また新しい軸ところに自分でできた軸がそうはありまして、で、まあ、腕ってその、まあ、固定してる方が、まあ、指の動きが際立つといいますか、はいはいはい、まあ動画固定した方がいいよねみたいなのがあると思うんですけど、その腕ごと動かすことによってしか生まれない指の動きといいますか、はいはいはい、もあると思っていて、でも個人的にはそのちょっと有機的というのはちょっと合ってるか分かんないですけど、まあ、有機的な動きをしたいっていう。こっからここまで、その、ここを動かしたことによって、この影響がこっちにまで出るっていうので、その連なりの中でやっていきたい。そうです。とこなんです。ちょっと人間の、なんだろう、動きといいますか。はいはい。まあ、人間の骨格そのものでしかできない動きしたいな、みたいなのが、はぁ。ちょっとあります。なるほど。なんかよくコメントで結構、重力どこみたいな、ね、あこうコメントがあるじゃないですか。でも逆にその重力がないとできないんですよ、ね。そうです。なんというか。重力があって、それをその動きで相殺するからこそ浮遊感が生まれるみたいな。はいはいはい。っていうのはちょっとあるかもしれない。なるほど。かぁ。ちょっと、その、あのスタイルが生まれた秘密にちゃんと迫れた気がしてちょっと嬉しいですね。はぁ。前、他のスピナーの方から、まあ、審査のこともそうですけど、はい、TV4 さん の, その審査についてとか、評価についてとかって聞くことがたまにあるんですけど、はい、そういう時ってやっぱり、評価の仕方がわからない。あジャンルが違うみたいな。うまいとは思うが、その自分の持ってる解像度というか、自分の目で、はい、ちょっと正しく判断できてるかは自信ないみたいな人が結構多いんです、ね。はい、でよく考えてみたら、先ほどの話聞いたら、そもそもの、効率というか始まりが違うので、そりゃそうだよなっていうのはちょっと思いました。なんか始まりのところにちょっと戻るんですけど、はいはい、そのペン回しを始めた時に、まあいろんな人の揃いとかを、まあ、見あさると思うんですけど、はいはい、その時にその、まあいろんなジャンルがあるなって理解すると同時に、そのどのジャンルにも、まあ、玉座に座ってる人がいるなっていうのが、そうですね、確かに。ありまして、はいはいはい、ちょっと自分にはきついかなみたいな。
思っちゃったんですよ。自分で玉座作ろうってみんな暴力の玉座を作って、どっか空いてないかなっていうところを見つけて、そこでコツコツ作った椅子に今座っているというような、まあちょっとそっちの方がなんか、まあ個人的には知らない世界も、まあ、手回して、はい、そんなにその競技的には歴史は深くないという、まあ、そうです。ちょっと他のものと比べちゃうとどうしても歴史は浅くなっちゃうんですよね。だからやっぱりまだ、まあ、未開拓何かあるんじゃないかみたいな。ああ、そうですね。確かに。掘り尽くされてるわけはないだろう。わけはないです。はい。だからまあ、鉱脈探しに行こうかな、みたいな感じで。結果、オリジナルトリッカーで言ってるのは、なんというかもう、なんというか正しく評価されてる感じしますね。本当に、フェンマス自体はそのクリエイティブなことだなと思うんですけど、中でも本当に01をやってるって感じがします。というわけで、しおりの修理はこれで、全て終了ということになります。収録にお付き合いいただいた方、CV 動画出してくれた方、見てくれた方、皆さん本当にありがとうございました。